ただ捨てるだけの掃除とは違う、本当に大切なものを見つけるための整理整頓カウンセリング。ミニマリスト新枝田とマキシマリストパクナレの異色コンビ。ピューじゃん、ね、あ、意外赤うんで、ね、赤ちゃん。さらに頼れる働き手ユンキュンさんが依頼人の家を整理整頓。綺麗になった家にはどんな幸せが見つかるのか。斬新な整理、